みこちゃん助けて。皆さんこんにちは、アッキーです。今日は和習山に来てます。めちゃくちゃ天気最高。ちょっとね、結構道が細くてちょっと怖いんですけど、まあゆっくりね行きたいと思います。やばい、眩しくて見えない見えない。うわ、怖っ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 。みこちゃん助けて。いや、みこちゃんもちょっと初白で怖いんですけど。この子倒すんじゃなくてハンドル切らないと分かれないよ。あれだね、私がいつも走ってるみたいに直角走りだ。あー、車来た車来た。肘曲げて。え、うわ、今のやばくない？今んとこ。おお、じゃないんですか？ごめん、道間違えちゃった。大丈夫ですよ。カーブに気取られすぎて道間違った。あの、いつものさ、ゆるやかカーブがないんだけど。ゆるやかカーブやで。いや、全然ゆるやかじゃないから。全然緩やかじゃない。あ、怖い。登りやだ、もうやだ。え、めっちゃ急カーブじゃない。あきらいっけー。広いんです。ちょっとね、トイレ行きたいんだよね。本当にスタンプどこにあんのこれ。到着、到着、めっちゃ綺麗。え、やばいじゃん。本当にやばいんですって。ちょっと待って。綺麗だけど、14分。まあちょっと一個だけ行ってみよう。もうこの階段でさ、きつそうなんだけど。うわ、バイクブーツはマジやばい。アッキー氏のブーツはあれですかね。底圧ブーツだから。そう。余計足上げないとさ、上がらない。上がんないんだよ。うわ、もうきつい。頑張って。バイク乗ってるだけで運動はしてないから。またいでるだけです。もう疲れたぞ。もう足おかしい。お尻を上げるんじゃ。見てくださいよ。もはやだってもう 空しか見えてないですけど。これ天空への道じゃない。天空への道。うわ、待って、一段が分厚い。これが肉の厚みだった。本当。おお。あら。わあ、綺麗。すごい。到着。めっちゃ綺麗だね。長い、ね、あっちがもう四国。そう、あっちが四国で瀬戸大橋渡んないと。行きたかったな。ちょっとね、時間ないからね。うどんも食べてみたかったですな、ね、それ怖いんですけど、この水を。よいしょ、誰か水をくれ、水をくれ。これここなのかな。これ合ってる。あ、でも人いた、人いた。海がすごい。海と空のなんか境目がないって最高です。ね、すごい。めっちゃ綺麗。はぁ、ちょっともうさ、疲れてる。うん。足がちょっと上がらなすぎて、見てください、ね、こう。水平歩きしてるから。あ、上に上がらない。上げない。あ、こう、まっすぐね、こう。そうですね。ロボットみたいな感じ。ロボットな歩き方。結構歩いたじゃん。歩きましたよ、ね、めっちゃ。気持ち2時間ぐらい歩いたもんね。気持ち2時間ですね。ね。もういいか、もう帰るか。どうしよう。帰ろう。帰ろう。さあ、みこちゃん、展望台良かったね。いや、すごい綺麗でしたね。ね、綺麗だったよね、かなりね。上まで行ってないけど。それはいいですよ。まあ、が、その問題なんで。ね、まあ頑張ったし、綺麗だったしね。十分です。ね、十分だよね。早速カーブやで。おやで。うわ、細いんだよな、道が。DSX 行け。行け、DSX。怖い。はい、次、左、左。はい、左、はい。あ、やばい、これやばい、これやばい、やばい。やっぱダメ、もう帰る。帰りました。帰る、もう帰ろう。帰りましょう。帰りましょう。あ、ダメだ。ダメだった。はい。
ありがとうございました。